はい、現場近く、朝から大粒の雨が降っていましたが今、ほとんど雨は降っていません現場の方に目を移しますと茶色い部分土砂崩れがあったところ斜面がむき出しになっていますその左下のところには黄色い屋根のようなものあれが倒壊した家屋とみられますその近くには消防隊員たちの姿現在、消防そして自衛隊も入りまして合わせて110人ほどの体制で救助活動が行われているということです。 午前10時過ぎには新たに女性1人が救助されまして救急車で運ばれていく様子も確認できましたまた国交省の車両も現場に入りましたし近くで待機していたクレーン車重機も待機していた場所からより倒壊した家屋に近い方に先ほど移動をしていきました雨は一旦弱くはなってきていますしかしいまだ3人と連絡が取れていませんこの3人の救助活動が今も懸命に続いています